Thank you.
行くぞ。よし、行くか。ここで降りるぞ。うん。なんか食べとかない？ほんと疲れた。みんなで写ってるのっていいよね。うっす。おう。ジャケット脱いだらどうだ。
っと飲みてえとこだが。いいな。だな。準備はできているか？あ、行こうか。
イグニス、止めてくれ。わかった。じゃ、行くか。準備はできているか？あ、イグニス、止めてくれ。わかった。また徒歩？ノクト、窓エンジンの音がする。今日の天気は？傷つけないよう慎重にな。おい、潰してねえだろうな。風が気持ちいいね。そうだな。
やるじゃん、ノクト。準備はできているか。あ、行こう。いい天気だな。そうだね。おい、ノクト、上だ。気持ちいいな。そうだな。切れる前にライン交換しとけよ。
あ？ジャケット脱いだらどうだ。ここは気持ちいいな。そうだな。雨か。行こう。あ、捕まえた。持ってこいって言われたの、これか？いた。あ？準備はできているか？あ、よし、行くか。
椅子？すまない。食べとかない？行くぞ。よし、行くか。
ここで降りるぞ。しょっと気分転換にはなるな。この辺だったな。早く探そうぜ。うん、助けてあげよう。左にいるぞ、気付けろ。分かった。ノクト、上見て、ニフル軍だよ。サンキュこの子のことだね。ノクト、回復薬は持ってきているか。よし。おお、よかった。気をつけるんだよ。あんな状態じゃ襲われたら終わりだったな。間に合ってよかった。これで明るい報告ができる。ああ、ほっとしたわ。数が多い。確実に一匹ずつ仕留めるぞ。めんどくせえけど仕方ねえな。右側注意しろ。わかった。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。ノクト、本当に大丈夫か。かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。パーッと飲みてえとこだが。休むか。うん。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。
うっす。あ、よろしく。そろそろ行くか。え？さあ、もう行くぞ。すぐ行く。どこまで続いてん？走ってんのが辛くなってくるな。気分いいじゃねえか。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。
こいつは座って電気を溜め込む性質だ。その時は絶対に近づくな。近づいたらどうなの？即死だ。ゲッ！ノクト！攻撃したら即死だって。ありがとな。また頼むぞ。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。うまく取れてるな。これが終わったらプロでも目指そうかな。ノクト、ちょっといいか。ああ。明日の朝頼みたいことがあるんだ。朝から？なんだよ。朝食作りを手伝ってくれないか。しょうがねえな。では明日は頼むぞ。野菜を切ってくれないか。どう切ったらいいんだ？細かく切ってくれればいい。包丁の扱いは大丈夫か？切るだけだろ？問題ねえよ。いつも切ってる。それは食材の話か？手を切らないように注意しろ。添える左手は猫の手だ。それくらい分かってるって。こっちも切ってくれるか？あいよ。そういやさ、なんでお前料理好きなんだよ。作って喜んでくれる人がいるのは嬉しいものだからな。はあ。昔お前がすごく喜んでくれたのを覚えている。そうだったっけか。はあ。子供の頃の話だし覚えてねえな。そろそろできたか。うん、よくできてるな。これでいいのか？ああ、完璧だ。美しく切れているじゃないか。まあな、俺にかかればこんなもんだ。どうだ？料理をしてみた感想は？早起きして全員分の飯作ってるとかすげえわ。ありがとな。こうやって
お前と料理の話をするのも珍しいな。そういやそうだな。魚のさばき方くらいは知っておいた方がいいんじゃないか。その場で食えたりしそうだしな。ではまた早起きだな。なんで早起き。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ、あ、後ろに敵がいるぞ。みんな気をつけてよ。晴れねえのか。そうだね。
ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュだな。おい、ノクト、上だ。どうした？雨の夜は視界が悪い。見えてはいるよな、前。大体な。中入ろう。ああ。何か買ってきた。またどうぞ。急がないと。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。また来いよ。いらっしゃい。ありがとうさん。
そろそろ行くか。プロント、行こうぜ。今行く。だるいな。そうだな。冷えるね。そうだな。冗談抜きにヤバそうだよな。ならやめときません？いや、そうもいかねえだろ。どうせ行くんだからな、もう。冷えるね。そうだな。ノクト、左に敵がいる。サンキュー。うん？
立派な体だな。痛いっての。悪いな。そうだな。だな。
れねえのか。そうだね。雨の中出かけるの嫌いだよね。まあ正解。面倒だからか。まあ正解。本当おじさまだね。天気が悪いな。だな。もう降ってない。焼きたてのパン料理食べてみる？お腹はちゃんと空いてます？辛いだけの他の店とは違いますから。
すぐにできますよ。いただきます。ありがとうございました。嫌な感じ。どうした？好みの品を選んでくれ。ほら、受け取ってくれ。
また寄ってくれ。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。いや、肩身がもっと狭くなると思うとな。女に生まれたかったよ。あ、最近自信多いけど今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。好みの品を選んでくれ。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのかあれ。
らっしゃい。毎度あり。またどうぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。じゃ、そのうちな。いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか。ありがとうございました。また来てくださいね。何食べようか迷うな。軽くご飯食べよう。地方で集落や畑を襲っていたが、結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。兄ちゃん、一本食っていきな。ああ。どう、いける？うん、うまい。だろう。次からひいきにしてくれよな。牛は強いよな。隕石食品だ。よろしく。隕石食品をよろしく。ああ、いらっしゃいませ。何か飲まれます？結構こだわって作ってるんですよ。最近はこんなのがうろうろしてましてね。ではお頼みしますね。頑張ってくださいね。ではお頼みしますね。おお、引き受けてくれますか。頑張ってくださいね。ご武運を。ノクト、これ見てよ。どうした？暑い街か。暑いもんな。
よくいつもバターにしちゃうのよね。屋台がいっぱいだな。ね、見たことないものばっか。いい香りがするな。この辺り特有の香辛料が多いようだ。珍しく楽しそうだな。元気そうね。うちは古奥農場直営だよ。家さん、どうぞ見てってよ。またのご来店よろしく。見ない顔だな。欲しいのあったら買っていきな。また寄ってくれ。見ていきな。次はもっと買ってくれよ。アンさん方は何が好きだったかな。気に入ったらおかわりもあるからね。しっかり食べて力つけてくれよ。これなら再現できそうだな。頼まれてくれるかい。頼むよ。助かるよ。頼むよ。気合い見せてやんな。いらっしゃい。
また来てくれよ。またどうぞ。この女性は皆たくましい体つきだな。何作ってんのかな。発電所だろ。この地方の電力はこの町で作っているらしい。へえ。
そういや、いつも写真撮ってんのな。ん？ノクティス様ブロマイドを売って一儲け。は？誰が買うんだよ。欲しい人いるでしょう。まあ写真って思い出になるしさ、俺は好き。ナノクト、これ見ろよ。なんだ？ね、ここ揺れた？地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。と思ったけど。大丈夫？平気。治った。ああ、みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、王都どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナ・フレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。あ、でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ねえボスケ。ああ、あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。ああ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。
一番最初は市場かな。ついてきて。観光客見込んでって。ここ夜になると。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる？うわあ、このお店、なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけどこんな家もいいよね。ここの飲み物、全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。抜くと、なんかこれ、内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それに、ノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。
気持ちいい。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん、うん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ。ん？危険な場所じゃない？4人で平気なの？兄さん、今何か。ああ、ちょっとうちの農場メルダシオに依頼し、詳しい話は農場。うちの店、実は地域のハンターと交渉、契約破棄かな。今日も暑いな。リードまで行けば涼しいだろう。飲み物でも買うか。なあ兄ちゃん。まあ、じゃあ様子のおかしい配送車を見つけたら街道で襲われたらしく。一風変わった少年だったな。まあ生意気なガキだ。イグニスってあんな感じだったんじゃないの？あんな感じだった自覚はない。ちょっとあんた。なんで？物資の境界を通す。ひとまず。すごい人だな。市場の方までずっと逃げ寄って。あれを見てみるのはどうだ、ノクト。どうした？うわあ！君はオートの方から来たハンターさん？まあ。ああ、やっぱり。あっちは大変だったね。お金とか困ってない？僕、人手に困っててさ。できればお仕事頼みたいなーなんて。どう？どうって仕事の中身は。そうだね、写真撮ってきてもらおうかな。カーテスの大皿、
南北から1枚ずつ。まあいいけど。え、本当？助かるよ。それじゃあ仕事に使うカメラなんだけど。いや持ってる。あ、そうなんだ。良い、いいね。じゃあ僕はここで待ってるから写真頼んだよ。